僕らはこのビアティ三重の一員としてチームとして戦うと、そこにはやっぱりエンブレムっていうこれが象徴だと思うんですね。ビアティ三重の名前だったりビアティ三重のエンブレムを世に知らしめたいなと思います。まず準決勝で、普段なかなかゲームに絡む時間が少ない選手が四日市大学にしっかりと大差で勝ってくれて、あのゲームもすごいいいゲームでしたし、仲間がつないでくれた中で決勝普段出てるメンバーが戦わせてもらうっていうことで、少なからず責任はありましたし、天皇杯の本戦に出ることでみんなが出場できるチャンスは一回でも増えると思うし、ビアティン三重の名前が売れるチャンスかなっていうふうには感じてたので、やっぱりモチベーションはすごい高かったですし、絶対勝ちたいなと思って挑みました。やっぱりどのゴールも嬉しかったですし、全部のゴールにアシストをしてくれた選手っていうのがいたので、本当に感謝の気持ちが、試合後改めて映像を見直したりした時も、本当に仲間あって自分のゴールを決めてるっていうのは本当に再確認させてもらったなっていう試合全体になりました。そうですね、前半お互いにこうチャンスがある中で、なかなかこうゴール取れなかったんですけど、前半の最後で、フリーキックで先制点取れたっていうのは、後半に向けても良かったなっていうふうに思います。直接狙える位置だったら、僕が狙おうっていうふうに思ってたんですけど、位置も良かったんで、壁見た時にあそこの上狙って落とせるかなっていうふうに思ったので、そこは思い通りだったかなって感じです。苦しい時間帯をまずチーム全員でうまくしのげたと、そこをしのげたことによって、追加点のチャンスが生まれてきました。で、トーナメントなんでね、当然相手はもう点数を取りに来なきゃいけない、そういう意味では僕らがいい形でカウンターを仕掛けられたら2点目取れるなと、そういった思惑もあって選手交代なんかもタイミングあるいは選手の起用も追加点を取って突き放したいなという思いがあって、そういった選手が機能したことによって生まれた得点と、これもチーム全員で取った得点かなと思います。J1 の自分がチームにいた時にグランパスとの試合もありましたけど、その時は全然自分はベンチにも入ってなくて悔しい思いもあるし、ぜひ自分のゴールでチームの勝利に貢献できるように持っているものを全部出したいなっていうのは感じてます。
チームの目標でもある J リーグの相手をまあ倒すっていうところもあるんで、カテゴリーは上ですけど、まあ、チャレンジというか、まあ、チャレンジというよりかも勝ちに行くっていうところにこだわって挑みたいなというふうに思ってます。いやもうまずは率直に楽しみですね。やっぱ勝たないとこの試合のカードは得られなかったわけですし、まあ、やっぱり皆さんは名古屋が勝つだろうと思っていることが人が大半だと思いますし、もちろんそう思われるのは理解できるんですけど、まあ、勝ってビアティン三重ってどんなチームなんだろうって思ってもらえるようにプレーしたいなと思いますし、何か心に残るようなプレーができたらなと思います。本当の意味で J を倒すという僕らの目標は、この試合かなと思ってます。しっかりと結果をまず出したいし、改めて自分たちビアティン三重というチームの存在感をね、まあ、日本中に知らしめるそういう機会になると思ってます。そういう意味でも僕らは、チャレンジャーとして臆することなく挑まなきゃいけないし、しっかりとビアティン三重のスタイルを貫いて戦うことによって、結果を残したいなと強く思ってます。チーム一丸となってこのグランパスに対してチャレンジをします。チャレンジをして、爪痕を残すというよりも僕らが結果を出すというところに集中したいと思っています。簡単なことではないんですけども、その結果を出すためにはぜひファンサポーターの皆さんの熱い声援が、必要です。選手たちの背中を押してチャレンジャーとして挑む選手たちにサポーターの皆さんもぜひその同じ気持ちで戦っていただけると力になると思います。